はい、トリオスパークさんありがとうございました。続いては都内音楽大学卒業の 女性4人組、モッカルさんが登場です。フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの4つの木管楽器によるほっこりサウンドを楽しませてくれます。今日はモッカルさんは何かアクシデントがあったみたいですね。そうなんです、はい、どうされたんですか？実はですね一名具合が悪くて休みです笑っちゃいけません。あのでもね、もう一人お休みがいるんですよ、弦楽器でも。でもこれはやっぱしょうがないですね。今インフルエンザが流行ってますから、だからどうしてもその、ね、新型コロナなんじゃないかみたいなんでビクビクしますけど、それよりも普通にインフルにかかる確率今高いですからね。でそれでもうやっぱり動けないぐらいになっちゃったらしいので、そんな状態でフレフラになって吹いててもあれなんですからね、あの具合悪くしてもしょうがないので今日はお休みとなってしまいましたね。萩原香菜さんが今日はおりません。まあでもね、そういう時にあの偽モッカルとしてよくやってるのがですね、トリオスパークの津崎好美さんがですね、もともとここみんな仲良しですから、それであの萩原さんがいないときは、津崎好みバージョンモッカルでやるということでございますね。じゃあそんな、言うたらメンバーシャッフルですね。今日はメンバーシャッフルでお届けする。めっちゃ緊張します。なんで言わなきゃよかっためっちゃ緊張しますって。マイクはマイク、そうあのね、昨日もテストやったんだけど、マイクにオンで喋んないと聞こえないんだって。なんかマイクオフして喋るとあの聞こえないっていうメッセージが昨日来てましたので、ぜひ皆さんマイクにこうやって喋ってくださいね。はい、はい、じゃあやってみましょうか。これは誰きっかけだっけ。うん、よし、じゃあ、水鏡という曲をお届けしたいと思います。